はい、最終日の朝です。荷物まとめて今からホテルをチェックアウトします。気をつけて、段差ありますよ。レナさん、バリ島に来て何回かこけてますから。まず今レンボン岩っていう島にいるから、今からチェックアウトしてスピードボート乗ります。ホテルの準備してくれたシャトルで港に行きます。ちなみに僕らが泊まってたのはレンボン岩ビーチクラブ&リゾートという、よかった、プライベートプールがついてるのがめちゃめちゃ良かった、ね、レンボン岩来る方はおすすめですよ。ちなみにレンボン岩はね、バイク社会だからね、皆さん来た時はバイクレンタルして移動するといい、おすすめですよ。変な道入ったよ。お、変な道入った、知ってる、裏道、変な裏道に入ったって思ったらアルタマス、変なところにあるから。アルタマス、これアルタマス、スピードボート。ちなみにね、バリ本島からレンボン岩に来るためのスピードボートも多分10個以上の会社があるから、皆さん迷うと思いますけど、アルタマスでいいの、そう、アルタマスエクスプレス、おすすめ。ねえ、すごい奥にプールがある、プールがあって、あ、もうボートも来てるね。あれだね、アルタマス、あれに乗ってバリ島本島に行きます。お金、お金、ね、何、もうさっきお金払ったよ、ボート代。あ、でもアイスクリーム代はまだ払ってないよ。どこに行っても食べるんだね、いろいろ。結局買ってきたんだね、300円。高っ、これチョコヘーゼルナッツメイドインバリー。はい、ということで時間になったので今からみんなボートに乗ります。ちなみにね、レンボン岩に到着するときとレンボン岩から出発するときはね、デッキみたいなのないので船まで歩いて渡ります。だから絶対サンダルで来た方がいい。靴で来る人はアウトです。でちなみにね、スーツケースとかどうすんのって思った人はいるかもしれないけど、スーツケースとか大きい荷物はスタッフの人が船に運び入れてくれるので、それは心配ない。いや、濡れたかもしれないよ、見てないし。落とす可能性はある。まあリュックサックとかは自分でこうやってね運ぶけど、でかい荷物はスタッフが持ってってくれます。レナさん、転ばないようにね。うん、おー、冷た。出発しました。ゆっくりと出発しました。もう寝てます。グッバイレンボン岩。着きました、バリ島サヌール。降りますか。荷物ゲット。はい、行きましょう。はい、で、今目の前に見えてるあれがターミナル、到着。ニョマンがいない。あ、いる、ニョマン。いた。久しぶり。久しぶり。はい、行きましょう。今日この後、今2時ぐらいで、9時45分の飛行機だから、7時ぐらいに空港に行くとして、まだ5時間時間があるので、タクシーをチャーターして、ちょっとバリ島本島をプラプラしたいと思います。レモン川に行く前もね、ニョマンにね、チャーターしてもらって。ね。ニョマンはレナより上手に日本語喋れますな。じゃあまずはクタでショッピングモールとかお土産屋さんがあるから、クタで買い物して、うん、その後ジンバランっていうところでサンセットディナー食べて、はい、で空港、はい、今ここにいるよ、サヌール。サヌールで、ここに空港がある。最終的にはここに行きたいけど、今からここに、クタに行って、そこでショッピングをして、でここにジンバランでサンセット、ここにサンセットがあるから、ここは見るのが綺麗だから、ここで見て食べて空港に行く。じゃあこの辺のちっちゃいこの辺で遊ぶってことだね。うん、そう。ここローカルのお土産屋さんって言われたの。バリにあるお土産屋さん、すごい、 T シャツとかパンツとか見て、これめっちゃ広い、サンダルとか持ってるし、これ買っとこう。これ お面。あ、木でできてるんだ、これ。お土産決まりました。バリマグネット、これかな、かわいらしい。ここにうどんって書いてある。うどん、日本食ブームかもしれない。うん、バリでもヨーロッパでもブームだったし、世界中また食べれるから。
恋しくなってない？バリに1週間ぐらい、1週間以上いたけど。全く？全く。俺焼肉が恋しくなってきた。ショッピングモール着きました。ラーメン屋さんもある。皆さん見て、こんな感じでね、日本語でも書いてある。そう、ラーメン屋って書いてある、ここ。ということで、まずショッピングモール入ってきて、来たのがこちら、スターバックス。ジャバチップフラペチーノにしました。でかいやつ。ベンティーサイズ。日本のベンティーサイズと違うのかな、大きさ。ちなみにカナダは全然違ったよ。うん、日本とか大きいんじゃない？日本より大きいと思うよ、多分。はい、いただきます。バリ島のクタっていうエリアにあるすっごい大きなショッピングモール。見て、ユニクロある。レナ社長は今何を買おうと思ってるか皆さん分かりますか？今日バリから帰る日に水着を買おうとしてます。ヌテラのチョコレートのチュロスで10本380円。安いね。おい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 、フライングやめて。フライングしないで。信じられないやつだね。できました。できました。はい、戻してあげる。うわ、おいしい。これで380円だよ、安くね。ちなみにこっちのフレッシュオレンジジュース絞りたて120円。やばくない社長？俺にオレンジジュース持たせて一人でチュロス10本食べちゃいました。こういう嘘をつくのが好きだよね。なんかさ、この作りが海外って感じしない？このもうここオープンのオープンエアな感じで、こっちは本当にショッピングモールでエアコンガンガン使ってエネルギーの無駄遣いをしてる感じ。こっちにはゲームセンターがある。日本のゲームセンターと変わんないんじゃない？この作り方。レーシングマシーンのやつとかゲームセンター。あ、これも昔俺が子供の時にユニーとかに屋上にあった。なんとここに丸亀製麺見つけた。世界に出てんだ丸亀製麺。見てこれ、丸亀製麺。丸亀製麺の隣には一番寿司と漁師っていうジャパニーズレストランがある。日本語で書いてある。しかも天ぷらとか野菜天ぷら、日本食。このモールだけでも5個か6個ある。はい、車つけてくれたのでこっからご飯食べに行きたいと思います。次の目的地、ジンバランベイシーフードレストラン。これ今目の前海岸になってるんだけど、ここがシーフードレストラン。ちょっと今ロブスターを見に行きます。小さい。日本語通じるよ、小さい。日本人みんなこっちに来るね。え、ロブスター焼いてもらって、ニンニクソース、イカ、カラマリ。はい、今イカと貝とロブスター。いくらだろうね。乾杯。ラストビンタンだね。じゃあもう一個注文したらダメだよ。何をさっき5000円のロブスター頼んだ女が言ってる。ちょっと海岸取りに行く。どうぞ。うわ、広っ。あ、ここ全部あれなんだ、もうこのビーチ沿い全部レストランなんだ多分。おお、いい感じのビーチだね。わ、しかも砂が滑らか、細かい砂で滑らかで、レンボン岩よりなんかこっちのが砂が滑らかだね。なんか外に移動するんだって。あ、今からオーシャンセットが。レナさん、目の前に階段あるから気をつけて。いいロケーションだね。ハロー。来ました、60番、ナンバー60。おお、全部来た。うまそうだね、ロブスターすご。これで 600g ぐらいだったけど超でかい。美味しい、ジューシーで絡まりも美味しいよね、うん、これめちゃくちゃガーリック入れてて美味しいよ。むしろガーリックを食べてる感じ。レナ社長がほとんどロブスター食べてる。うわ、すごっ。これ2000円ぐらいだだろうね。美味しかったよ、完璧。
あとね5分ぐらいで日が沈みます。もうラストバリですよ。もうこの後飛行機で飛んで帰りますよ。よかったよ、このところに来れた。ねえ、レナさんが今タイムラプスをしようとしてる。ここに携帯セットしてタイムラプス。ではでは空港を向かいますか。まあ行きましょう。お会計です。社長いくらでしたか。8000。あ、8000、そんな高くないね。ニョマンがいるかな。あ、ニョマンいた。ありがとうございました。またね、バイバイ。レナ社長いつの間にか着替えましたね。飛行機が寒いから長ズボンとスニーカーに着替えてます。チェックイン完了。完了してないよ、まだ何ももらってないし、電話してるし、何か私たち悪いことをしたかもしれない。やばい、北朝鮮のスパイってことがバレたかもしれない。チェックイン完了。この後はセキュリティチェックを通って出国カウンター行って、ちょっとラウンジでゆっくりしようかな。1時間ぐらいはある。プライオリティパスを持ってる人は世界中どこでもラウンジが入れるのでおすすめです。サラダとかフルーツとか、こっち手羽先もある。あ、名古屋の手羽先みたい、美味しそう。で、パンとクロワッサンとマフィン。ラウンジで1時間ゆっくりしましたよ。私は仕事してた。パカがゆっくりして。仕事してたの。うん、してたよ。すごいね。こっから2時間ぐらいでまずバリからシンガポールに飛びます。早い、もう寝た。着きました、シンガポールです。寝てましたね、ずっと。ちなみにね、今12時20分に到着して、名古屋行きの飛行機が12時20分ボーディングタイムギリギリ。呼ばれるかもよ。 Passengers departing for Nagoya Hurry up! 怒るかもしれない。夜中の12時だけど店は全部開いてるね。すごいね、まだショッピングモール続きますね。わ、すごい、ルイ・ヴィトンが右側にある。あっちめっちゃ、わ、ティファニーとか、あ、プラダもある。こっちプラダ、ハイブランドばっかだね。あ、グッチもある。え、すげえでかいんだけど。ようやくショッピングモールみたいなとこ抜けたら、まだまだ向こう着きました。 A の11、 シンガポール空港舐めとった。意外とでかい。やっぱ名古屋行きだからめちゃくちゃ日本人多いね。バリ島で一人日本人見なかったのにね。そうだ。こっから最後シンガポールからセントレアまで7時間ぐらいかな、飛びます。焼きうどんとスクランブルエッグ、美味しい。入ってきましたけど、パソコンの中に入ってきたりしたくないよ、またバリに戻ろう。はい、全部終わりましたよ。だいぶ早かったよ。速攻で終わったね。30分とかかかってもないよ。名古屋さすが人が少ないから。今からは電車に乗って家に帰ります。で、そこから寝ます。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。ちなみに今朝の9時、ご飯は何を食べましょうね。日本食何も食べない。焼肉かな。お寿司かな。ということで皆さんさようなら、バイバーイ。